奥村春彦、奥村春彦、奥村春彦、1951年8月体は、日本の工学者、計算機科学。学位は、博士、学術、総合研究大学院、大学、1999年、三重大学教育学部教授、高等教育創造開発センター教授、総合情報処理センター教授を経て、現在、三重大学名誉教授、 特任教授。松坂大学政治経済学部教授。松坂大学政策学部教授。核融合科学研究所客員教授。三重大学学長補佐。情報担当などを歴任した。京都府京都市出身の計算機科学者である。学生時代から月刊マイコンなどに投稿するなど、若い頃からすでに知られた存在であった。高等学校の数学教師を経て、 松坂大学政治経済学部教授、松坂大学政策学部教授、三重大学教育学部教授、三重大学学長補佐、情報担当などを歴任した。日本におけるの大一人者であり、その普及に尽力している。また、圧縮アルゴリズム、ローザリポーを開発したことで知られている。このアルゴリズムをもとに、吉崎春康が、ラオ開発、この圧縮形式は、 世界中に普及している。近年では、エクセル方眼紙などの問題点について論じた、熱心エクセル問題でも知られている。1951年に生まれ、京都府京都市にて育った。名古屋大学に進学し、理学部の物理学科にて学んだ。1975年、名古屋大学を卒業した。その後、名古屋大学の大学院に進学し、理学研究科にて学んだ。 1978年、名古屋大学大学院の博士全期課程を修了した。なお、後年、総合研究大学院大学より、博士、学術の学位を取得している。1978年より、神奈川県の高等学校にて、教諭として、教鞭を取った。1992年4月、松坂大学に転じ、政治経済学部にて助教授に就任した。 政治経済学部においては、主として政治経済学科の講義を担当した。また、文部省の各融合科学研究所との共同研究に従事した。その他、三重県総合教育センターにて、データベース作成委員会の会長やデータ、審査委員会の副会長を務めるとともに、三重県、三重マルチネットワーク懇和会の委員を務めた。百九十九年十月、 松坂大学の政治経済学部にて教授に承認した。翌年4月、松坂大学の政治経済学部が解組され、政策学部が発足したことから、その教授に就任した。新エネルギー、産業技術総合開発機構からの再委託研究や、科学技術振興事業団からの委託研究に従事した。また、2000年度から2002年度まで、及び2003年度に、 各融合科学研究所にて共同研究員を兼任した。ただし、各融合科学研究所は2001年より文部省から文部科学省に移管されている。その他、大学入試センターでは教科科目第一委員会の委員を務めた。2004年4月、三重大学に転じ、教育学部の教授に就任した。 並行して2009年4月1日から2012年3月31日にかけて三重大学の大学院にて地域イノベーション学研究科の教授を兼務した2007年4月1日には三重大学の学長補佐情報担当に就任し2015年3月31日まで勤めるなど学内の養殖を歴任したまた2005年4月1日 自然科学研究機構に移管された各融合科学研究所で客員教授を兼任することになり2007年3月31日まで勤めた。その他、亀山市教育委員会にて中高連携推進事業検討委員を務めるとともに三重県住民基本台帳カード活用計画策定委員会の長屋三重県住民基本台帳カード活用方策研究会の委員を 勤めた現在は、三重大学の教育学部にて教授として、教弁をとるとともに、三重大学の高等教育創造開発センターの、教授と総合情報処理センターの教授を兼務している。学生時代より、黎明期にあった、パーソナルコンピュータ、当時は、マイコンと呼ばれた詩の論客として知られ、アルゴリズム関連の記事等を投稿していた。 パーソナルコンピュータ紙に掲載されたパソコン通信サービスを活用して記事の投稿等ができないか。と考え、黎明期にあった PCVAN に入会。その後、主グ、各社によって呼び名は異なる。Nifty では、フォーラム、AOL では、ルームなどと呼ばれると呼ばれる、各テーマごとの掲示板システムが、会員による管理制になった時から、以下のような活動を始める。 彼は NEC のパソコン通信サービス PCVAN のシグサイエンス主催者であった。シグサイエンスは1986年10月7日発足。以来 PCVAN では2000年11月29日に閉鎖した後も彼の運営サイトに場を移し2004年3月まで掲示板として運営されていた。それ以降も別人の手でシグサイエンスは運営されている。 彼は、ラの元になるアルゴリズムローザリポーを開発し、PCVAN 上で発表した。ラ開発の経緯は、彼の運営するサイトに、データ圧縮の昔話として詳しい話が、採されている、アルゴリズム開発においては、PCVAN 上で知り合った、増山健、三木和彦との議論による。それを元にして開発したのが、吉崎春康のラーク。その後改良が行われ、 らとなる。彼はまた、日本でのの普及も図っている。彼の運営するサイトには、日本のに関する情報がほとんど集結していると、言っても良いぐらいである、ポータルなリンク集もある。同サイトのテックス掲示板には、様々な Q&A が渦漏れており、結構な規模のデータベースと化している。彼が、キャラクタベースのパソコン操作に慣れていない Windows ユーザー、となる、はずの人々のために、 自身の著書、微分書作成入門、改訂第4版までにおいて GUI な TEX 統合環境として WinShell を紹介したことにより WinShell の普及を図っていると中は誤解されている。同書の改訂第5版では従前の WinShell ではなく W32TEX にも同梱されている t e x ワークスが紹介されるようになった。彼の運営サイトは プユキウィッキーによるウィキ化が進められており、コメントや直接の書き換えなどにより、情報の共有が容易なものになっている。前述のテックス掲示板から FAQ などがフィードバックされることもある。コンピュータ活用の書類の作成等においても、科学的な視点から提言を行っている。プラズマ、核融合学会では電子化グループに参画しており、学会のソフトウェア構造設計。 事務処理作業や英文電子ジャーナル編集作業のオンライン化に取り組んだ。こうした活動が学会の基本的な機能の改善において果たした貢献は非常に大きなものがあり、貢献賞に値すると評価され、2007年11月のプラズマ核融合学会の年会にて、米田ひ則、富岡里山本隆と共にプラズマ核融合学会貢献賞を受賞した。 また、2011年の情報教育シンポジウムにて、東日本大震災における情報通信技術の利点や問題点を分析し、大震災に見えてきた情報教育の課題と題して発表した。この研究発表は、高い教育効果が期待できる素晴らしい内容であり、世の中への貢献度も高いと評価され、情報処理学会より山下記念研究賞を受賞した。 多くのコンテンツをクリエイティブコモンズライセンス表示のライセンスのもとで公開している。ただし、すべてのコンテンツを一律クリエイティブコモンズライセンス表示で公開しているわけではなく、写真などは撮影対象に事前に確認した上で、適にライセンスを変えて公開している。例えば、低信総合博物館の写真については、同博物館に事前に移行を確認し、 撮影は一部のものを除き OK とのこと。個人的にブログなどにアップするのは構わないが、それ以上の使い方をする場合は問い合わせてくれとのこと、との説明不死、それに応じたライセンスにて公開している。また、でもある。2013年、参議院議員通常選挙において、日本共産党に投票を行う予定であることを自身のツイッター上で表明した。また、 東京で山本太郎が当選して鈴木博士が落選したら日本の科学の未来は危ううと思うと発言し山本太郎を批判する傍らもちろん自民が落ちて山本太郎と鈴木博士が共に当選すればいいのですがとし、山本太郎を批判しつつもそれ以上に反自民党の立場を取っているまた五憲派の立場を取っている楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。